こんにちは、彼女です。もうマジ無理だよ。シャドバの変化に追いつけない。安寧しよ。安寧っていうのは、一部をひらがなにすると、安寧。そう。安心なんてできないってこと。もうマジ無理。トレランス採用しよ。ということで人形軸をベースにしたデッキだよ。トレランス3枚入れてればいつかは勝てるって思ってるよ。勝ちたいから作ったデッキじゃなくて、なんかおもちゃで遊びたくて作ったデッキだよ。これが初戦なんだけど、なぜかネタデッキを組んだ初戦は毎回勝ってるよ。運営のネタデッキへの配慮なの？謎に勝てるよ。あとなんかウィッチを見かけないんだけど、ウィッチ勢はどこにいるの？グラマス到達したから使ってないってことなの？それともメタられすぎて心が折れたの？何にせよ数十戦当たってないよ。ちょっと持ったよ。20戦くらいだよ。でも全く見かけないんだよね。こっちは正常で目立ってるのに、バンプばっかり増えてきて困ってるよ。別に勝つだけならフェイスロイヤルで勝てるからいいんだけど、一緒で勝てないから問題なんだよ。ヤテラン軸の見直ししないとかな。それこそマジ無理だよ。当分はおもちゃ生活かな。それかフェイスロイヤルで鬼の犬間にグラマスを目指すか。グラマスチャレンジってあんまり得意じゃないんだよね。その間メタデッキ使えないし、思ったよりも時間かかるしね。私は適当に遊ぶ方が性に合ってるよ。でも今回のグラマススリーブって2色入ってるんだよね。デザインは置いておいてちょっと魅力的だよ。でも結局使わないんだよね。スリーブ変えるのめんどくさいし、デッキをコロコロ変えるとそうなるよね。スリーブもランダム機能があればいいのに。でもコラボスリーブになると録画できないからいいや。残念。お相手は多分モノバンプだね。見てる感じ結構昔の構築って感じがするよ。あんまり新カードがない印象。スカーレットヴァンパイアくらいだよね。新しく採用されそうなのは、あとはカゴちゃんとかもあったね。どちらにせよ OTK されてもおかしくないから怖いよ。このデッキは別に速いデッキじゃないしね。回復も記憶の奇跡くらいしかないし、普通にやってたら負けてたね。ちなみにマウンテンドールは採用してないよ。なぜなら1枚も持ってないから、おもちゃのために生成したくないよ。どうせトレランスがいれば勝てるからね。何も問題ないよ。でもこの試合ではトレランスは使わないよ。正確に言うと手札に来るのが遅すぎたって話なんだけどね。普通に人形だけで勝つよ。ニュートラルで追加されたネメシス専用カードもいい仕事してるしね。本当にこのカードのシナジーがありすぎるよ。安寧も古書も使いやすいよ。あの名前忘れたけどゴールドの雨も使えるしね。今期のネメシスは追加カードが多くていいね。安寧はもしかしたら3コスの雨破壊カードとして他のデッキでも見るかもね。今は見かけないけど3コスで確定破壊はやばいよね。正常メタで入れられたらもう息できないよ。ギガスファクトリーくんもヒヤヒヤもんだろうね。だからアーティファクトネメシス少ないのかな？アブディエルでも消滅させられちゃうもんね。そう、この災いの刻印も強いよ。シャドウジェネラル以降は毎ターン確実に起動できるからね。シャドウコマンダーだったわ。こいつも確定除去に近いからやばいね。攻撃力も吸い取りからでかい相手の対策にもなるし、起動自体は1コスあればいいし最強だよ。なんだか人形ネメシスが強く感じてきたよ。真面目にやったら強いのかな？そんなことないか。こんなデッキ対面で見たことないからね。悲しいね。私の作ったデッキを対面で見たことないよ。フラミンゴ軸も見かけないし、安寧ネメシスも見ないよ。正常はたまに見かけたけど、ユニコーン採用のデッキだったから多分別物だね。今はバンプとロイヤルが多いし、しょうがないね。遊んでて勝てる相手じゃないからね。私は遊ぶけどね。真面目にやるのはミッションくらいだよ。さっさと終わらせたいしね。グランプリが始まるとさらに時間を奪われるね。もうそろそろグランプリも始まるのかな？宝箱が終わったらグランプリだっけ？0時があるから今回のグランプリは遅めの開催になるのかな？
どっちにしろルピが増えるし嬉しいね。ティア1のデッキで潜らないから負けるんだけどね。それでもたまに連勝できるから心臓に悪いよ。あのドキドキは苦手だよ。のみの心臓だからね。とか言ってる間にリーサルが近づいてるね。ものの貧弱な回復ソースだと余裕で削り切れるね。盤面もあっち助かるよ。馬捨てると失踪できないからね。考察のダイヤクマはちょっと刺さってて危なかったね。シャドウコマンダーがいてよかったよ。ということでリーサル計算もせず投げていくよ。大体でいいんだよ大体で。計算するよりなんとなく勝てそうなくらいの火力を投げればいいんだよ。意外とちょうどいい点数になるからね。ということで試合はおしまい。全然強くないけど一応デッキは乗せておくよ。デッキはこんな感じ。弱そうでしょ？私も強いと思った試しがないよ。トレランス依存の高いミッション用のデッキだよ。名刺屋も一枚採用すればよかったかな。そうすれば闇くらいのコウモリと同じだもんね。回復に差があるけどね。そんな感じで動画は以上です。もうマジ無理、スマブラしよう。